悪魔、芥川龍之介。バテレン・ウルガンの目には他の人の見えないものまでも見えたそうである。ことに人間を誘惑に来る地獄の悪魔の姿などはありありと形が見えたという。ウルガンの青い瞳を見た者は誰でもそういうことを信じていたらしい。少なくとも南蛮寺のデウス如来を礼拝する宝鏡人の間にはそれが疑う余地のない事実だったということである。古写本の伝うるところによれば、ウルガンは織田信長の前で自分が京都の町で見た悪魔の様子を物語った。それは人間の顔とコウモリの翼とヤギの足とを備えた奇怪な小さい動物である。ウルガンはこの悪魔があるいは塔のクリンの上に手を打って踊り、あるいは四つ足門の屋根の下に日の光を恐れてうずくまる恐ろしい姿をたびたび見た。いやそればかりではない。ある時は山の奉仕の背にしがみつき、ある時はうちの女房の髪にぶら下がっているのを見たという。しかしそれらの悪魔の中で最も我々に興味のあるものは、何がしの姫君の腰の上にあぐらをかいていたというそれであろう。古写本の作者はこの悪魔の話なるものをウルガンの風流だと解している。信長がある時その姫君に化粧して立って自分の意に従わせようとした。が姫君も姫君の二親も信長の望みに応ずることを喜ばない。そこでウルガンは姫君のために弦を悪魔に借りて信長の棒をいさめたのであろうというのである。この解釈の逃避はもとより今日に至ってはいずれとも決することが容易でないと同時に、また我々にとってはむしろいずれにせよ差し支えのない問題である。ウルガンはある日の夕べ、南蛮寺の門前でその姫君の腰の上に一匹の悪魔が座っているのを見た。がこの悪魔は他のそれとは違って玉のように美しい顔を持っている。しかもこまねいた両手といい、うなだれた頭といい、あたかも何事かに深く思い悩んでいるらしい。ウルガンは姫君の身を気遣った。二親と共に熱心な天主教の信者である姫君が悪魔に見入られているということはただごとではないと思ったのである。そこでこのバテレンは腰のそばへ近づくと、たちまちたっといクルスの力によって難なく悪魔を捕らえてしまった。そうしてそれを南蛮寺の内陣へ襟髪をつかみながら連れてきた。内陣には御主ヤソキリストの画像の前にろうそくの火がくすぶりながら灯っている。ウルガンはその前に悪魔を引き据えて、なぜそれが姫君の腰の上に乗っていたか厳しく司祭を問いただした。私はあの姫君を堕落させようと思いました。がそれと同時に堕落させたくないとも思いました。あの清らかな魂を見た者はどうしてそれを地獄の火に汚す気がするでしょう。私はその魂を嫌が上にも清らかに曇りなくしたいと念じたのです。がそうと思えば思うほどいよいよ堕落させたいという心持ちもしてきます。その二つの心持ちの間に迷いながら、私はあの腰の上でしみじみ私たちの運命を考えておりました。もしそうでなかったとしたら、あなたの影を見るより先におそらく地の底へでも姿を消してこういう浮き目に遭うことは逃れていたことでしょう。私たちはいつでもそうなのです。堕落させたくないものほどますます堕落させたいのです。
これほど不思議な悲しさがまたと他にありましょうか。私はこの悲しさを味わうたびに、昔見た天国の朗らかな光と今見ている地獄の暗闇とが、私の小さな胸の中で一つになっているような気がします。どうかそういう私を憐れんでください。私は寂しくって仕方がありません。美しい顔をした悪魔はこう言って涙を流した。コシャホンの伝説はこの悪魔の成り行きをつまびらかにしていないが、それは我々に何の関わりがあろう。我々はこれを読んだ時にただこう呼びかけたいような心持ちを感じさえすればいいのである。ウルガンよ、悪魔と共に我々を憐れんでくれ。我々にもまたそれと同じような悲しさがある。